メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。から8回マリーンズの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。ヒースが3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。清田がバッターボックスに入ります。ライオンズ1点ビハインドで迎える8回です。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。いいコースでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って荻野。最初は変化球できました。ファウルになります。ストライクです。打ちました。またファウル。さあ4球目は何か。見逃し三振。打席には2番バッター鈴木。これが初球。初球ボール。内に持ってきました。ボール先行です。アウトコース打ちました。外崎が掴んで3アウトです。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。